中京競馬場第5レース、3歳未勝利、芝の 1200m、 メンバーは18頭フルゲートで行います。雨が降り続いていますが、天候の発表、雨から小雨に変わっています。若干雨に煙っている中京競馬場、向こう上面でのゲート入り、13番白山セーブル、ゲート入りに時間がかかっていますが、その間に3番カリンパニが収まって、13番白山セーブル、シリッパネ、ロープが回されている。13番白山セーブル、今勢いがついて、今ようやくゲートインです。9番オータムクイーン、今収まって、15番ラビアンムーン、それから4番のマルヨクレハ、続々ゲートの中へ。芝が主、ダート不良の中京競馬場。2番スマイルモネ、ゲートの直後で立ち止まって、その間に各馬が収まるところ、2番スマイルモネも入っています。6番そのままそのまま、12番バラエタルト、今ゲートに入って、最後は待っていた18番セラベスパー、こちらは引かれてすんなりゲートに入って枠入り完了。スタートしました。バラッとしたスタート。まずは4番マルヨクレハ出ていきますが、2番スマイルモネ前2頭、3番手は5番のスカプラリオが続いて、4番手はうち3番カリンパに並んで、14番メルクーアです。直後には6番そのままそのまま、さらには10番奇跡にゃん、一馬身後方に18番ステラベスパーが行って、直後には16番エイシンテムジンです。9番オータムクイーンで3コーナーカーブ、15番ラビアンムーンが続いて800の標識を通過、2馬身離れて内は1番のエクレア光、かわして上がっていく12番バラエタル、後方には1番エクレア光の後ろに11番レオプルミエール、13番白山セーブル、後方に外を通って7番ルミノルシファー、 600m35 秒0の通過、並んで17番のリーゼントミニー、最後方に8番のライクアフラワーです。残り 400m、 4コーナーから直線の攻防、前は2番のスマイルモネ、並んでいく4番マレオクレハ、依然として前2頭、3番手は6番そのままそのまま、さらには5番のスカプラリオ、現在4番手。さあ今度は抜けたのは200を切って6番そのままそのまま先頭に変わった、2馬身リード、2番手は5番スカプラリオ、内は4番マレオクレハ、4番手に交代2番のスマイルモネ、前は抜けました6番のそのままそのまま、2馬身3馬身リードを取って合理、2着は5番のスカプラリオ、3着最後に追い上げた9番オータムクイーンです。タイムは1分10秒8、6番そのままそのまま捉え切って抜けています。鞍上泉谷風磨騎手、これがデビュー勝ちとなります。2着は5番のスカプラリオ、3着9番のオータムクイーン、最後に追い上げています。タイムは1分10秒8、上がりタイム、ゴールまでの 800m は47秒3、 600m は35秒7です。最後は突き放す一方の競馬、6番のそのままそのまま、後位追走から鮮やかに抜けています。2着は5番のスカプラリオ、3着は最後の最後に追い上げた9番オータムクイーンの順番です。6番のそのままそのまま、中京の芝 1200m、 父はビッグアーサー、このコースにゆかりがあります。さあ2着は5番のスカプラリオ、3着は9番のオータムクイーン、今日がデビュー戦だった6番のそのままそのまま、後位追走から直線に向いて前に並びかけて、ゴール前は独走を決めています。この舞台で高松の宮記念を勝ったビッグアーサーの3区ということになります。まあ、場面を見たときにできれば前々からの競馬であってほしいなと思って、はい、競馬ファンは一度は叫んだことがある場面ですよね、はい、まさにそのままそのままと単勝を持ってた方は叫んだかと思います。6番5番9番の最終オッズ、8番人気、4番人気、2番人気の順です。
単勝6番 39.8 倍、枠連33 177.2 倍、馬連5番6番 190.8 倍、馬単6番5番 570.6 倍、三連複5番6番9番 256.6 倍、三連単6番5番9番 2413.2 倍です。確定までお待ちください。